サミュエル・ゴールドウィン・スタジオはかつて存在したアメリカ合衆国の映画会社である。サミュエル・ゴールドウィンはゴールドウィン・ピクチャーズが1920年代にジム・ムネトステージを沈借していたピックフォード・フェアバンクス・スタジオから名を譲り受けたいと考えていた。ユナイテッド・アーティストと契約していた独立系プロデューサーたちはハリウッドのフォーモサー・ベニューとサンタモニカ・ブールバードの交差点にあった。 ユナイテッドアーティスツスタジオとしても知られたその撮影所を使用していたからである。当時、ゴールドウィンは土地の使用権を持っていなかったが、ゴールドウィンとユナイテッドアーティスツの社長であったジョセフ・ m シェンクは、その撮影所の敷地内の設備の多くを建てた。現在、ザロットというニックネームは同撮影所の正式名称である。1939年、メアリー・ピックフォードに、 自らの分の使用権を残して、ダグラス・フェアバンクスが死去した後で、ゴールドウィンは、同撮影所を、サミュエル・ゴールドウィン・スタジオと解消した。ピックフォードとゴールドウィンは、撮影所の名称と、財産所有権をめぐって争い、1955年に、裁判所が競売に不すべしと命令するまで争いは、続いた。ゴールドウィンが、最も信頼していたビジネス上の親友であり、 サミュエル・ゴールドウィン・インクの社長であったジェームズ・マルベイが競売においてピックフォードより高値をつけて資産を競り落とした。同撮影所は正式にサミュエル・ゴールドウィン・スタジオとなり1980年にワーナー・ブラザースが同地を買収するまでその名は残った。1999年ワーナー・ブラザースは同撮影所を売却し同撮影所は ザロットと名称を変更した。ありがとうございます。